こんばんは。どうもどうも。皆様。今日一人部屋でした。寂しいぜ。でももう明日朝早起きしなきゃだから。爆睡したろ。多分明日からねバタバタになります皆さん。ちょっと配信がまたゲリラになっちゃうと思うんですけど、ツアー東京が終わるまでは勘弁してください。勘弁してくださいじゃない。なんて言うけ、ご理解ください。なんて言うの？勘弁って何？みんな勘弁してくださいって言う。絶対おかしいよね。こんばんは。パイのみさん、カッパ S10 個ありがとう。帰るよ。あ、ご了承くださいだ。それだ。それだ。ご了承くださいでした。しんいちさん、お疲れありがとう。みんながもうパセリで無理を言ってるみたいになっちゃってた。シューマイ食べてないよ。今日のお弁当はケータリングの何だったんだろう、春巻きと豚丼みたいなやつでした。あとサラダ食べた。広島、うん、戻るよ。みんな短い時間だったけど横浜ありがとうね。ゆうたくんお断りです。レインボースターありがとう。さっき長文メール送ったから後から届くと思います。配信始まる2分前ぐらいに送ったからあと10分後ぐらいに届くかなと思います。あっとじゃあ行きたかった。大丈夫ですか体調。いつもなんか体調崩しちゃうね、ライブのタイミングでね。台風来なくてよかった。遠くに行ってる。塩二つでハートになって、ピースをしたら猫耳。可愛かった。めっちゃ可愛かった。私鳥肌立ってました。ガチで鳥肌立ってたの。あのポスト X でポストしたんですけど、あれは比喩とかじゃなくてガチで鳥肌がブツブツでヒエーってなってました。ヒエー。ご挨拶はしてない。お会いできなかったです。だってもうギリギリ、あの STU の出番の2個前のステージがノイミーさんだったんですけど、そうだからギリギリまで残って、最後の曲が終わった瞬間も楽屋戻って急いで自分たちの打ち合わせ、なんかそのエンジンとかそういうのがあったから、はぁはぁって急いで戻って着替えてスタンバイしました。クロさん一寸玉、キョンシュさんお疲れ2個ありがとう。そうでもじっと見てた。あかりんさんが誘ってくださって、あかりんさんはあのいつもねのいみーさんのステージ楽しみにしててね、まあ、あかりんさん他のグループさんも見てたんですけど、そうパセリのいみー行こうって言ってくださって行ってきました。そうあのねあかりんさんはミルテンって何を聞くのが好きで、来た瞬間めっちゃ湧いてふわーって顔がもう急に明るくなってた。ミミ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 ミルテンって始まった瞬間にあかりんさんの表情がそう明るくなってて、うわ最高じゃんって、めっちゃ可愛かった。みつさんお疲れありがとう。STU もみんなにとってそういう風に思ってもらえたらいいな。あ、メール来た？そう、長文だからゆっくり読んでください。寝る前にでも。代理でしおりん叫んだ。ありがとう。こっちは叫べないから助かります。ありがとう。しんいちさん、お断りです。山崎さん、お疲れ。ななこ、ありがとう。ありがとう。金ピカピカトランペットトゥ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 。クロさん金魚ありがとう。
しんいちさん、カップアイスありがとう。同じグラス、マドンナ微笑む。お、洗濯終わってから夕方まで二度寝してた。ちゃんと有言実行してるじゃん、偉いぞ。あ、福フェス、え、福フェスに瀬戸内 PR 舞台とノイミーさんでお願いします。うっかりあんこさん、お疲れ、ありがとう。こんばんは。あとね、ニアジョイさんも最後の一曲だけ見ました。ニアジョイさんはね、村山優香さんがね好きで、あのなんかニアジョイさんになる前からそういう存在は私知ってて、密かに応援してて、オーディションの時から。だから今日ステージに立ってる姿を見れてニコニコになりました。こんばんは。私が一方的に知ってるだけなんですけど、そう、嬉しかった。あったじゃん、ストーリーありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう、メールありがとう。ライブ後のアイスは、あの差し入れでピノをいただいて、ピノと、あとさっきコンビニでジャイアントコーンの黄色を食べました。食べました。ニアジョイにタイプのメンバーいた。誰だ、あゆみさん、誰だ、メール来た。そう、メールちょっと長文なんですけども、よかったら読んでください。今日の夢でセリカちゃんが運転する電車に乗った。私電車運転しとった。すごすごー。チョコモナカジャム食べてない、今日。一人の紹介ありがとう。あ、そっちのメールか、来たの。そっちか。あれ、長文の方も来たかな。止まってないかな。ねえ、永田さんめっちゃ可愛かった。だからリボンを、私今日さ、ここでハーフアップしてて、リボンを同じとこにつけるか迷ったんですよ。でもカメラに映るときってこっちだから、ここにリボンつけたんだけど、悩んだよね。お揃いにするか。あ、来た？長文。よかった。ハリーポッターメガネのひげおじさん、バラありがとう。さあ、長文後からまたゆっくり読んでください。長文来たので朝完全に目が覚めたら読みます。よろしく、よろしくお願いいたします。もう読んだ、早っ。あ、そうだね、長文パセリの、あの今までの長文を見たことがある人だったら全然長文か分からんけど。まもるさん、一寸玉ありがとう。こんばんは。短いかな、私のいつものメールよりは。うわ、首が痛すぎる。今テレビね、お化け出るから私ホテルでテレビをずっとつけとくんですけど、寝る間も。ちょっとホテルの人には申し訳ない、電気代かけて申し訳ない、電気代使うなって思われるかもだけど、さあ今バスケ見てる、バスケのワールドカップ見てます。日本対フィンランド、今2点差で負けとる。バスケ、あ、お、あー、ブロックされちゃった。ウィー、レイアップシュート決めようとしたのに。あ、違う、日本が防いだんだ今。おお。ほうほう。こんばんは。そう、最近重い長文メールやね、送ってないんだよね、ここ数ヶ月。もう 3,4 ヶ月ぐらい送ってないかも、重メール。あの文章書くのはどれくらいかかるの？ね、今日さっきのやつは、さっき送ったやつは
ホテル着いて書いて配信始まるまでに書いたから10分ぐらい。でも長い時は2日とかかかる時もある。自己紹介メールは1週間ぐらい書いたり消したりしてる。今日はちょい遠かった。嘘、すぐ目に入ったけども。嘘。新一さん金魚ありがとう。今日はたくさん飛んだので足が痛いです。ジャンプお疲れ様。じゃあ今からアバターに頑張ってもらおうか。星投げピャーピャー。クロさんカッパイさんありがとう。あ、日曜日か今日。そうじゃん、今日坂道さんの番組ある日じゃん。でもパスはもう寝なきゃ。起きれない、起きれない。だって同部屋だったらさ、一緒にいるメンバーのアラームも鳴るけど、今日は一人でアラームをいっぱいかけなきゃいけない。起きれるかな。うん、ウィーウィーウィー。文章がお上手。褒めてくれてるの、ありがとう。そう、自分の、ちょっと待って、口が回んなかった。自分の気持ちを今ね、気持ちをって言うのと自分のって言うとその混ざっちゃってルルルルみたいな、なんかすごい変な日本語出ちゃった。自分の気持ちをさ文字に起こすって難しい。それをさなんか二重の意味に捉えられる言葉ってあるじゃないですか、日本語って。ダブルミーニングって言うんですかね。そういうのとかさ、言葉の受け取り方で変わるじゃん。この前のメールも車がないと大変って書いた。車でいたと思われたけど、車がなかったから大変だったと思いで書いたけどね。難しいよね。夢の国かも。え、今絶対多いでしょ、40周年だから。え、夢の国のあの秋のフードが美味しそうだった、食べたい。あとユニバのチュロス。ユニバがね、なんと今年のハロウィンがクロミちゃんなんですよ。そのクロミちゃんのチュロスがめっちゃ美味しそうなんですよ。食べに行きたい、チュロス。でもあれなの、なんかね、あれなの、ユニバのクロミちゃんはあのユニバの顔してるの。キティちゃんも、ユニバのキティちゃん下まつげ生えてるんですよ。ユニバのくるみさんはあのなんか目がシュッとしてます。そう、見てみてほしい。キティさんは下まつげ生えてるから。調べてみて。100回目の訪問イエイ。今日は食べても食べても満腹にならないからアイス5個食べチャレンジ。おお、私の代わりによろしくお願いします。あ、マツパしてんのかな。ユニバのキティさんね、首が左首が。我が家ではふわふわキティ。そうなの、ふわふわキティって呼ばれてんの。下まつげの松葉もあるよ。松江子は分かんない、松江子はやったことないから分かんないけど、私松江子と松葉はねまた違うんよ。松江子はまつげを、人工的なまつげをつけるんですよ。松葉は自分のまつげを上げるパーマ、髪と一緒だね。髪の毛もエクステは髪短い人がさ伸ばすときにつけるじゃん。それと一緒。パーマはカールをつけるとき。ラーメン大食いしてから胃が大きくなって永遠にお腹が空いてなってます。わかる、あるよねそういうとき。私は今日はね、あ、でも結構食べたかな。ワライオンさん、カッパ S 20個ありがとう。わー、なんかすごいアバターがあるからさ、アバターがアイス投げてきてるみたい。すごー、肩強
まつげのエクササイズ。まつげく？ムキムキまつげやな。おでこにエクステつけたい。頑張れ。発明するんだ。きっと売れるよ。ストーチのミニマロンさん、一寸玉ありがとう。今日はチョコフォンデュしなかった。チョコフォンデュコーナーには行ったけど、なんか生配信されてて、チョコフォンデュのとこ。だから行かなかったです。食べなかった。そう、前かがみちょっとやめたいけどね、遠くなるんですよ。そしたらしかもなんか見下してるみたいで嫌だから近づこうと思って近づいたんだけど、こうやってしようかな。なんか光が入る。結構今ボサボサなんだよね。なぜか髪の毛がね、今日スプレーがメイクさんのお借りしたんだけど、いつものねガチガチなやつじゃなかったかも。ガチガチ取れちゃった。持参しよう今度から。餃子定食は美味しそうだった。見下されるの嫌じゃないですか。あら、そうか。伊白さん、カッパエスありがとう。山崎さんエスありがとう。黒さんエスありがとう。こんばんは。でも私も映ったんですよ、カメラには。一瞬。ね、誰といたっけな、その時。さやかりんと、そう、あ、そうだ、さやかりんとさらちゃんと行った。一瞬来てすぐ帰りました。グミだけもらってきた。そう、グミもらったんですよ私、珍しく。あれ、私のグミはどこ？ターコのグミはどこ？なんかグミ無料であげますみたいなのあったからグミもらいました。怪獣グミありがとうございます。明日からレッスンの日々だからレッスン中に食べたいと思います。イエーイ、グミグミ。帰宅途中で我慢できずに海鮮丼とビールを頼んでしまいました。我慢しなさい、我慢しなさい。そう、グミ明日ソラハさん食べよう。もう私さ、本人の前ではソラハって呼んでるんだけど、こういう公共の場、公共の場って言うんですか、ではあのやっぱ先輩後輩だからさ、ソラハさんって言っちゃう、つい。でも難しいよね、使い分けって。ソちゃんとなれるけど、ソラハって言ってたけど、みんな急にパスがソラハって今度言ってもびっくりしないでね。徐々に慣れといてください。ソラハと呼べと言われてるのでソラハと呼んでいます。公共の場、公共の場だよ、ここはみんなが見てる。ソちゃん、え、ソちゃんって言ったらソちゃんじゃない、ソちゃんっていう名前じゃないって言われるから、なのに自分パちゃんとか呼んでんの。パちゃんって私の名前パとか一文字も入ったんで、パちゃんって呼んでんのに、私がソちゃんって言ったらソちゃんっていう名前じゃないとか言ってくるんですよ。え、うん、伝わりますか。そう、なんか昨日もね、なんかパセリファンに向けてメールを、自分のメールで送ったらしいです。自分の空通信、ソラハさんのメール空通信って言うんだけど、空通信でパセリファンに向けての感謝の言葉を送ったらしい。イベントの応援ありがとうございました、パセのファンの方々みたいなのを長文で送ったよってパセに送ってきてくれたけど、みんな、みんな見てるのか。そう、そうなんですよ。
読んだ。ね、見れないよね絶対。そうだよね、見れる人と見れない人がいるよね。そう、最終的に3位だった。だからあのソロのページ STU ウォーカーのソロページ掲載は叶いました。表紙は表紙目指したんだけど3位でした。1位がリコチで2位がさやかりパッ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 。なんかね、今日のお昼配信見とったらね、パセリファンの中でメールを見せびらかしていいよみたいなこと言ってました。ダメだけど、本当はダメだけどいいよみたいな言ってた、言ってましたよ。だから誰か友達がいれば。え、暑い、このホテルエアコンつけたんよ。26度なのに暑いよ。ね、チコ強いよね。チコちゃん今日は山口県で24時間テレビに行ってる。チコ太郎、さやかりんは今日一緒でした。写真撮ったよ、さやかりんとも。フェス行くけど STU が行っちゃいん。本当？推し補正あり？これはなしって言わなきゃいけないってなるか。ありがとうございます。私はなんか他のグループさん見てなんかもう圧倒されちゃう、毎回圧倒されてしまいます。パセリの照れ笑い、あれ照れ笑いじゃないよ。パセリもメール見せてもらったけど、本人から送られてきたけど、あれ照れ笑いしてないよ。すっぴんだから顔隠しています。顔映さないでって言って隠してるだけ。照れ笑いで捉えたのか、あれは。まあ捉え方は人それぞれ。ねえ、ホテルのエアコン乾燥するよね。喉痛めそうだ。ひき肉ですやってくれますか。やだな。ひき肉です。インドネーシアンが難しいよね、ひき肉。クロさん回復薬ありがとう。ひき肉です。みんな知ってんのかな。知ってるか、ひき肉。でもね、ちょっとなんか仲間意識感じません？パセリとひき肉、ひき肉さんか、ひき肉さん、さんつけなきゃ。光の入り具合が良いですか。イエーイ。ひろっちさん、金魚ありがとう。こんばんは。ミミ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 ルタン、ミミ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 ルタン。お疲れ様でした。ありがとう。来年も出るといいな。そう、まつげめっちゃ上がってる。でも今日マスカラ塗ってて気づいたけど、マツパが落ちてきてます。だんだんやばい。東京公演までは持ってほしい。東京までは持って、あと3日4日、マツパ落ちてきてました、徐々に。なこさんアイスありがとう。クックさんココナッツジュースありがとう。ね、屋内のフェスは涼しいね。びっくりしちゃったよ今日。汗だくになるかなと思ったけど、最近野外が多かったからあれってなった。渋谷まで関東マンじゃないよ。だってね、レッスンが始まるよ。パパ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 セテン、パパ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 セテン。あ、みんなはやっぱ楽だよね、見てる方。そうだよね、客席とかよりね。
だってメンバーはさ、始まる前と終わった後は楽屋が冷房あるけど、ファンの皆さんは暑い中ずっと待って他のアイドルさんとか見て盛り上がって、で盛り上がりの熱でまた暑くなって STU 見て暑くなってでずっとだもんね。帰る時も電車乗るまで暑いし。そうだよね。それなのに暑い中ありがとうございます。今年の夏も一緒に盛り上がってくれて。次のフェスは9月18日の秋フェスです。あれは多分秋に含まれる。なんで私が今日ポスト X のポストとして夏フェス最後って書いたかっていうと、今日の MC でなんかチラッとそういう言葉があったんですよ。夏フェスも多分これで最後ですみたいな MC がねあったけん書いてみたんだけど、まあ、9月にもあります。名古屋城であります。同じ日に関東では16人のステージもあります。どっちを取るかはあなた次第。どっちを取るかしら。みんなは暑いよね。9月暑いよね。去年9月ユニバ行ったんですけど暑かった。超暑かった。うーん暑い暑い。そう、去年はユニバ行って夜行バスで帰ってきて、その日にあの江田島でバーベキューの生配信があったんですよ。一日やばいよね。去年の自分若ってなった。平手おじさん一寸玉ありがとう。またアバター変えてる。これだったっけ。アイスだ。今日ジェラートの日だよ。昨日だったっけ。今日昨日だったっけ。あれ、新一さん星ありがとう。そう、江田島イカから1年、ふのたんさんの卒業発表があってから1年です。です。そう、秋だよ。もうだってね、今日新幹線でもうあまりに首が痛すぎてもう起きようと思って起きてさ、調べたんよ服とか。今どんな服が出とんかなって、何が流行っとんかなって洋服サイト見とったら冬服があったの。えってこんな暑いのに冬服あった。りんごさん一寸玉ありがとう。何、アイコがチケット落とした。え、落としたの？何のチケット？え、新幹線？え、何その話。もう長袖なの？はあ。え、ウルトラライトダウン、え、ダウンジャケットってこと？早くない？ユニクロさん。え、マジ？早いよ。体力がゼロになりました。大変、それは大変。明日から月曜日よ。週が変わって月曜日よ。月末月曜日よ。一番大変なんじゃないの？みんな大丈夫？棚卸しとかしなくていいの？チケットが取れないところに落ちたらしい。どこに落としたの？アイコは。早いなあ冬服。そう、夏服のセールをゲットしたい。夏服のセール狙いで買い物行きたいな。イオンモールとか行ったら安いんかな今って。ツアー終わったらもう夏服狙いだな。ももじさん一寸玉ありがとう。10月頼もしい。え、時期によってなの？月一じゃないんだ。
盆が過ぎたら年末まで早いよ。そうだよね。今年のお正月はどうなるか。私は STU 入ってから正月に帰省したことがなくて、あのメンバーに家族との仲が悪いって思われてるんですよね。あのファンのみんなにはさ、普段の家族と仲のいいエピソード、まあ、妹とは仲悪いですけど、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかとの話とかさ、早く帰りたい帰省したいって話とかさ、ちょくちょくするじゃん。なのにメンバーはパセリが毎年帰らないから家族と仲が悪いと思ってて、なんかこそこそ言われてるし、パセリんちって仲悪いのみたいな言われてるっていう噂を聞いて、とんだ勘違いだよってなりました。違うんだよって。あの帰省したら年越し配信ができないんですよ、自分の部屋がなくて。だからね、残ってんだいつも。そう、あと大木さんと初詣行こうねって、今年もね行ったんですけど、今2年連続行ってるかな。したら来年も行こうねって。覚えてんのかな大木さん、自分が言ったこと。どうしよう、振られたら。マイキューさんとかが言ってたらどうしよう、悲しいな。それはちゃんと言ってくれるかな。そう、正月公演があったんだよ今年はね。だから来年はどうなるか分からん。今ねバスケ見てるんや。そうだよね、今日24時間テレビだよね。そうだよね。ソタンはどうだろう。ソタントン、私の家族ね違うんですよ、もう10時に寝るんよ。大晦日だろうと関係なく10時とか寝るの。だから自分の部屋ないから、家族が寝てる部屋で配信をしたら申し訳ないじゃん。だからね配信できない。バスケねやってたんだよ私。だからね見てる。久々にバスケ観戦行きたいんだけど、一人で行ってもさ寂しいし、なんかねルール分かるメンバーが前までねいたんだけど、メディアちゃんとかさ。でも今ルールが分かるメンバー、アイコとかかなね、もう今は見ることないからさ、今ワールドカップしてるからテレビで見てる、見てるつけてるけど、でもずっと画面見てるから実質見てない。そうバスケね、ラジオでもね、恋ラジでもバスケ情報やったりするから、情報を支援ねばなりません。この前ソラハさんがカープ誘ってくれたんやけど、チケットが取れなかった。なんかさ、うちだってお仕事柄予定が分かんないじゃないですか。で明日行こうやみたいな。なんかソラハさん最近ね、広島の学生の頃のお友達とカープに何回か行ってて、でパちゃんも一緒行こうよって言ってくれてね、誘ってくれたんだけど、チケットがさいつも完売してるの。ね、わ、ドラフラの福山イベント、今日福山だったの。いいね、イベント。ちょっとなんか背中が服が引っ張られちゃう。新一さんハートギフトありがとう。黒さんタコありがとう。そう、私バスケしてたんよ。ミニバスから小5から中3までしたけど、一生下手くそだった。一生下手くそなバスケ部だったから、なんか STU の中ではバスケ経験ある人として語られてるけど、あのマジで下手くそです。超下手くそだし、もう最後にあのそういうちゃんと試合をしっかり見たのはドラフラさんのね時、あのお仕事で行った時だし、その前は10年ぐらい前だから、もう本当に知識が薄々で、
だからいつもね、紹介された時、もっとバスケ部っていう風にさ、お仕事とか、あの月刊バスケットボールさんとかの取材でお話しする時も申し訳なくて、だからね、こうやってテレビで少しでも見て知識を取り戻します。大吉さん、お疲れありがとう。山猫坊主さん、カッパアイスありがとう。また送っとくね。あ、カープ情報ね、よろしくお願いいたします。よろしく。ルールも変わってると思う、バスケだいぶ。そう、タレ部は高校の時ね。高校ね、バスケはちょっとあのまた一から人間関係しんどいなと思って入らなかった。やっぱね、中学校の時が厳しくて、先輩後輩関係が、でそれで結構もう疲れて人生に、だから入らなかった。カモラグさん、カップアイスありがとう。ジンレイさん、一寸玉ありがとう。やっぱ人間関係大きいと思うんだよね、スポーツにしろ仕事にしろ何にしろね。ねー、だからさ、みんなは平和に過ごしてください。みんなショールームイベントとかやってるこちら側が平和にとか言ったら、みんなえってなるかもだけど、みんな平和に生きていこうな、人は人、自分は自分って支え合いの世界って思って生きていこう。揉め事はもうめんどくさいよね。運動中水飲んでいい時代です。この前声ラジで来たゲストの方が水を飲んだらダメだった話をしてて、厳しすぎてびっくりした。なんか市内の上に立つみたいな、ね、広島の野球部の伝統みたいなの言ってたよ。市内のあの刀の刃の方に立つ、それで精神を鍛えていくらしいです。ひえ、恐ろしい。水がダメならアクエリ飲めばいいやん。そうだね、アクエリ禁止になったらポカリ飲もう。それダメだったらグリーンだからでも飲むか。ね、クーラーついてるとこ多いよね、教室とか。なんて素敵なの、羨ましいよ。テニスの合宿で水禁止で熱中症になって怒られました。最悪、理不尽だ、最悪だ。マラソン中知らない人の家に水もらいに行ったことある。やば、よかったの、優しい人で。はい、ねえ、私も血まみれになりそうと思った。えと思った、どういうこと。ピッチャーはプールに入るな、なんだそれ、なんでなんでなんでダメなの。どうして、不思議だ。みんな平和でいて、今日も明日も明後日もし明後日も、うさぎ跳び。え、私はね、バスケ部で尻歩きがあったよ体育館をお尻で歩くのそれでお尻鍛えるってやつがあったよ、練習メニューに。練習メニューにさ、三角パス、四角パスとか 3-on-3 とかの中にお尻歩きみたいなのあったよ。あのね、本当にあるの、お尻で歩くの、体育館をこう体育座りして足浮かせて歩くやつがあったんよどこで使うんそれ、試合中使っていいんかな。そう、あったの。
だっけ STU でやったら私結構強いかもしれん。おもろ今度ちょっとサルハさんちでやってみよう。へい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 って勝負してみよう。サルハさん細いからお尻肉ないけん痛いかもしれん。ほのたんさんには勝てんわ。くるみは割れんわ。みんなもやってみてください。暇な時に。うさぎ跳び、私はジャンプスクワットがあった。帰りの回でジャンプスクワットありました。絶対忘れ物をクラスの誰かがしたら全員でジャンプスクワット10回とかで、5人が忘れたら50回でね、授業が始まる5分前に席についてこう黙想をせんといけんかったよ。でそれをせんかったらまた10回追加、1人遅刻したら10回追加。やばいよね。あ、体育館とお知り合いになるってことなの？そうだったの？あと置き弁したらジャンプスクワット、そうやってました。確かにみんな忘れたらやば。本当ね、360回はちょっとしんどいね。早弁する人いなかった、いなかったけど、中学校の時は。高校は分かんないけど、私高校の時さ一番前の席だったからさ、クラスメイトのこと何も知らないんですよね。何も知らなくて、どんなことが授業中行われてるかは分からない。一番前の教卓の目の前の席だったから、いつもそこでお腹をグー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 腹ペコにしてね、お腹空かせてました。置き弁、置き床弁。バスケ部の上下関係と STU の上下関係どっちが優しい？ STU だよ断然。もうこんな優しい人がいるのかとびっくりしました。私は入った時もうびっくりだったもん。ひえーって、今日だってあかりんさんがパセリの意味見に行こうやって言ってくれたし、そうこんなんじゃなかったよねー。お、え、待って、バスケ点差開いとる、さっきより。今、42対54や。あ、決めた。44対54になりました。ファイトー、頑張れ。日本負けとる、今。フィンランドに負けとります。あー、決められた。わーわー。ふんふん。おの3ポイント入った。47対56。おお、すごい、ジャンプ力がすごい、リバウンドがすごい。私はドリブルが下手くそなんですよ。だからボールがね来てもね、ドリブルをミスってね、すぐ敵にボールが回っちゃう、最悪なんです。あー外れちゃった。わ、ファール取られました。ファール、そう、私ねめちゃくちゃ下手くそでドリブル。なんかね、バスケ上手い人ってドリブルしたらボールが手に吸い付くようなドリブルなんですよ。跳ね返ってくるのちゃんと。でも私はもうまず手とボールがフィットしてないから、一回ついたらもうどっかにボールが転がっていくんです。それぐらい下手くそです。だからあの一番最初の小学校とか入ったばっかりの子がステージの上でドリブルの練習をするんよ、ずっと。もう練習時間中ずっと他のもともといる
バスケ部の子たちがいろいろ試合とかしてる中、ステージでずっと一生ドリブルついとかないといけない時間があるんですけど、その時は早くあっちに混ざりたいと思ってね、もう何も意識せずただついとくだけみたいな、もうマリつきかなみたいな、もう何も考えずにやっとったよね。でも今思ったらあれが大事だったんですよ。あそこでちゃんと向上心を持って取り組むべきだったんですね。まあそれに気づいたのは最近なんですけど。もうね、後から気づくね、大事なこと。え、そうなの、ドリブル中にボール蹴っちゃうの。そうなの。本当にそう、それなんですよ。だって青春は後から気づくみたいな言うじゃん、ね、そんな感じですよ。自分がその今いる環境を出た後に振り返ってみて気づくものがたくさんあるんだと思う。だから今も私 STU にいるけど、 STU の中では当たり前としていることとかもたくさんきっとあってね、それを後からあの時のあの環境はって思ったりするだと思う。日頃から感謝していても気づかないものがきっとあると思う、たくさん。あ、そうだよ、私そうですよ、あのね、広島ドラゴンフライズさんのハーフタイムでそうレイアップシュートとかしてるから、それ見たらね、でもみんなね下手くそって言ったら、でもみんなより下手くそじゃないですよ。みんなより上手いよ。私はみんなパセのこと今バカにしたかもしれないけど、みんなより上手いんだから。映像絶対ツイッターじゃない X とかにあるけん見てください。尾崎セリカとか調べたら出てくるんだから、みんなより上手いからちょっとバカにしないでください。クワトリさん星ありがとう。広島風って言ったらねボコボコにされるけんね。広島風って言ったらダメらしい。お好み焼きに。フリースローはね、そう緊張する人でした。絶対ね、どっちか外す人だった。最悪。そう、ユナナとリコチとミホと4人でやったやつ。あ、確かにスペイベでバスケとか、スペイベあるかな、次のシングル。次お話し会じゃなくて握手会なのかな。どう思うみんな、次のシングル何があると思う。なんだろうね、広島風って本当に怒るのかな。でも怒ってる人見たことないけどな。みんななんか、あ、またかって感じで見てる気がするけどな。ボーリングまたまたやるの。お、あ、大変大変、ファールファール、あ、ファール取られちゃった。あらだが、あらあら、 NMB は肩叩き会楽しそう。うわー、握力鍛えなきゃ、楽しそう。どだこやってるみたいになっちゃった。クロさんラブレターありがとう。握手会、肩パン会、苦情来そう。でも私弱そう。思いっきり行ったりたいですね。肩パン会。え、みんなが肉離れになっちゃう。何、肩
肩叩きしてる間は無言らしい。え、何それ無言で叩かれる人と叩く人がいるの？へー、おもろそう。何があるんだろうね。でもさ、ソロファンクラブのイベントもさ、みんないろいろ知ってるじゃないですか。何をしたらいいんだろうね。パセリのソロファンクラブはいつから始まるんだい一体。今みなみさんとももちゃんが出てるっけ、お知らせ。おもろ。わあ、ありがとうございますとか言ってさ、座った瞬間無言でおもろそう。いいね。平日そうだよね、平日は嫌だよね。そうだよね、土日がいいよね。もしパセリのファンクラブ始まったらちゃんと検討するね。パセリと同じコースをウォーキング会からの、パセリと同じようなアイスを食べる会、いいですね。みんなの体がボロボロになっちゃう、大変だ。田植えして明けに稲刈り、お、なんと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 、 STU ラボがそんなことをしようとしてるとかしてないとか。心に直接話しかけてもいいですか。え、急に脳内に語りかけてくるの。パセリ聞こえてる、叩かれてるものです2期生握手会1回だけあります、エディオンでね。あれめっちゃ目が回りました。なんでかっていうと、あのファンの方がたくさんループしてくださって、でその普通の握手会と違って、もうすぐもうループがすぐだったの。握手会ってもっとさ、こう長いじゃん、ループする場所縦じゃないですか。でもずっとこうぐるぐるだったから、そのはけてた人もこうやって目で追ったりしてたら、どんどん目が回っちゃってて、あー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 なってました。アニメは何が好き。パスはシゴキャラとか好き、シゴキャラ好きだよ。バスケみんなできるかな。パセリのファンのみんなできない気がするな二万歩に届かん。もっといけ。でもパセも最近そんな歩けてない。1万いくかいかんかぐらいしか歩けてないわ。うん、できるよ。できるの？本当？じゃあ検証しよう。5秒で足つる自信しかないそれはわかる。私もちょっと無理かもしれん。今はもう足腰が最近弱ってきてるのを実感するんだよね。うん、本当に。ポートボール、何ポートボールって。 AKB の駄菓子屋のカード開封会楽しそう。非公式だけど、非公式だけども楽しそう。じゃあポケモンカード楽しそう。そういうの、私もポケモンにもっとハマってれば、アーナみたいに配信で開封配信できたのに。こんばんは。やったことないけどパセリには勝てるかも。嘘じゃん、ほんと。宮島水族館、じゃあ次は動物園にする。水族館行ったから。でも雨だと厳しいか、室内がいいのか。ああ、こういうやつか。あれポートボールっていうの。
え、ポートボールの立っとく役してくれるんですか？顔面に当たったらごめんね。ごめんね。ももちゃんがポケカ開封、顔真似配信。何顔真似配信って。どういうこと？アーナにポケモン仕事来たら卒業撤回。は運営さんにお願いしよう。みんなで土下座して。署名活動でもするか。ボーリング会場右の端から見てました。ノーピア、ノーピーレーンや。玉入れしようか、みんなで。でもどこと競うよ。マイカーですか。楽しそう。玉入れ。ママと花火配信してた。何それ、花火配信とか。すご、楽しそう。私もお母さんと配信してみたいな。今度帰省したらお母さんと配信するね。お母さんが急に住所とか言わないか心配だけど。なんかさ、心配じゃない？そういうのって。おばあちゃんとかお母さんとかさ、配信の向こうにたくさんの方が見てるっていうのがわからないけんさ、なんか例えば家の近所のスーパーの名前言っちゃったりとか、土地名言っちゃったりとかしそうで、それが怖い。わかる？妹の名前とか言いそうで怖い。怖いよね。心配です。特にばあちゃん。音消してやれば OK。 音なかったら何も伝わらんね。妹のブロック解除配信やりたい。某メンバーで近いのがありました。誰だ某メンバー。危ない、危ない。誰だ。あ、もう10時半なのか。早いね。もうそろそろ終わろうかね。早起き頑張らなきゃいけない。ちょっとこれ鬱陶しいですね。主張が激しめの横毛。いやー。こんばんは。クロさん、ありがとう。ね、NCT さんオーディションの頃から出してるよね、出身の市町村ね。私もあれ見た時びっくりした。え、前髪ね、切ってないんですよ。巻いてるの。巻いて短く見せてる。切るの忘れちゃった。みんな、日曜日が終わります。あと1時間半で終わります。覚悟はいいですか？え、そう、浜田響ちゃんも普通にブログでさ、書いてたよね、佐世保って。私、だいぶ自分の生まれた市を公表するまで、マネージャーさんから家族に許可取ってくださいっていうので、いろいろあったのに、大丈夫なのか。多分私が公表してるから公表するのが普通と思っちゃったんだろうなと思って、ちょっと心配です。ねえ、こんばんは。今日は怖いからたくさんテレビがあってありがたいです。ああ、今日は、あ、ティフ。長濱ねるさんのティフの放送もある。これをつけていよう。ホテルは怖いから、お化けが。今日はね、おっきおめスプレー持ってくんの忘れちゃった。
佐世保だと大丈夫。なんで私のとこが大丈夫じゃないとなこと言うんですか。ちょっとパセリのとこは狭いみたいな言ってないか。被害妄想か。ここは絵はないですね。絵はない。お風呂頑張るか。硫黄島、硫黄島の温泉マジですごい丸見えなんですよ。硫黄島の露天風呂さ、あのパッて覗いたら海水浴のしてるとことか釣りしてるとこ丸見えでびっくりしちゃったんで、ちょっと行ってみてください。ぜひ開放感味わいたい方。うわー、みんなそろそろさようならの時間です。怖くないに僕とフライ一番怖いです。一番恐怖でもう震え上がっちゃう。ひえー、こんばんは。塩持っていこうか。じゃあそのもらった塩を撒いちゃおうかな。へい。ありがとうございました。僕らとさようなら、幽霊とこんばんは。最悪だ最悪だ。へー、塩を作るところから始めよう。わあ、いいね。海水汲んでくるか。今日は幽霊と寝ようかな。ソタンタン構ってくれるかな。私いつも泊まりの時一人部屋だったらソラハさん電話してね、テレビ電話して寝落ちするんですよ。構ってくれるかな。今日多分忙しいんだよね、向こうが。いい、構ってくれなかったら YouTube とか見て寝よう。みんなもお化けに気をつけて過ごしてね。火曜日のルビーさん、クマありがとう。クマ、ファブリーズあるかな。なさそうだけど。ないですね、ここは。なさそう。リセッシュはダメだよ。出た、リセッションに厳しいやつ。お疲れ様でした皆さん。元気でね。また明日だよ。壇上読むよ。13位しんちゃんさん、12位じんらいさん、11位わらいおんさん、10位ジェノラゴさん、9位クワドリさん、8位スプマンテさん、7位ワウワウさん、6位あっちゃさん、5位山崎さん、4位カメさん、3位クロさん、2位フクちゃん、1位ゆうたくん。ありがとうございました。皆さんメール送ってるので、配信終わったらメール読んでください。バイバーイ、またねー。おやすみなさい。バイバイ。